最後の決闘裁判は2021年公開のイギリスアメリカ合衆国の歴史映画。リドリー・スコットが監督、ニコール・ホロフセナー、ベン・アフレック、マット・デーモンが共同脚本を務めている。主要キャストとしてマット・デーモン、アダム・ドライバー、ジョギ・カマー、ベン・アフレックが出演している。14世紀末のフランスで行われた。 フランスで法的に認められた最後の決闘の天末を、エリック・ジェイガーのノンフィクション、決闘裁判世界を変えた法廷スキャンダルをもとに描いている。1386年、ノルマンディーの騎士ジャンド・カルージュの妻マルグリットは、樹騎士で、夫の親友でもある、ジャック・ルグリに強姦されたと訴える。カルージュは、ルグリを重罪犯として処刑することを望むが、ルグリは無罪を主張し、 さらに領主のピエールハクもルグリに肩入れしたため、彼を裁判で追い込むことは不可能だった。そこで、カルージュは、国王シャルル六世に決闘での決着を直訴し、カルージュとルグリは決闘裁判に臨む。カルージュは、優れた熟騎士だったものの気性が荒いことが欠点で、百年戦争に従軍した際には、イングランド軍の挑発に乗り、父、カルージュ3世やルグリの制止を振り切って、 先端を開いた結果、リモージュを奪われてしまう。戦闘終結後、新たな領主として、シャルル6世のいとこピエール博が赴任し、カルージュとルグリは彼に忠誠を誓う。後日、ピエール博の命を受けた、ルグリが、カルージュの元を訪れ、戦費調達のために時代を支払うように告げる。カルージュは、不作が続き時代が払えないことを伝え、ルグリは、ピエール博に、 寛大な措置を求めることを約束する。カルージュは資産を確保するため、かつてイングランドに寝返った経験を持つロベールド・ティボビルの娘マルグリッドと婚約し、豊かな土地を含む多額の持参金を手に入れる。マルグリッドは献身的に使え、カルージュとの中は円満なものだった。彼女は子供が生まれないことを気にかけていたが、カルージュは子供が授かるかは、 神の手に委ねられていると語り、妻を慰めた。そんな中、持参金として得た土地をピエール博が接収して、ルグリに与えるという事件が起こり、カルージュはシャルル6世に訴えて土地を取り戻そうとするが、国王は彼の訴えを却下する。メンツを傷つけられたピエール博は、カルージュ3世の死に伴い空席となった城塞の長官職をルグリに与えてしまう。 祖父の代から任されてきた長官職を奪われたカルージュは激怒し、ルグリが自分を裏切ったのではないかと疑うようになる。スコットランド遠征中にカルージュは騎士に認じられる。帰国後、彼は給金を得るためにパリに向かうが、その間にマルグリットが何者かに交換される事件が起きる。マルグリットから ルグリが犯人だと聞かされた、カルージュは局刑を望むが、裁判を取り仕切るピエール博が、ルグリに肩入れしていることを知る。カルージュは事態を打開するため、シャルル6世に実起訴し、決闘裁判で決着をつけようと格索する。ルグリは、修道士の道を諦めた後に、樹騎士となり、豊富な知識を活かして、ピエール博の財政を立て直し、また騎士たちから時代を徴収して、 信頼を獲得して、ピエール博の側近に取り立てられる。彼は地位を利用して、ピエール博と対立するカルージュを助けようとするが、カルージュは、ピエール博のお気に入りになったルグリを公然と罵倒するようになり、次第に、ピエール博の家臣たちからも嘲笑されるようになってしまう。騎士仲間のパーティーで、マルグリットと出会ったルグリは、一目惚れし、ルグリは彼女が、 学がなく、四つぎを得る手段としか見ていない、カルージュを愛していないのではと考える。一方、マルグリットは友人たちとの会話で、ルグリが魅力的な男性であるが、夫は彼を信用していないと語る。ルグリは文学や言語知識に関する会話を通して、マルグリットへの思いを募らせていく。カルージュがパリに赴いている頃、彼の母ニコルは用事を済ませるために使用人たちを、 連れて、屋敷を離れ、マルグリットだけが取り残される。そんな中、ルグリの重木、ルベルが、マルグリットの元を訪れ、馬の定鉄を直す間、屋敷の中でダを取らせてほしいと申し出る。マルグリットは、ルベルを屋敷に迎え入れるが、そこにルグリが現れて、彼女に思いを告げる。ルグリの告白に対して、マルグリットは二人に出て行くように告げるが、ルグリがルベルを外に出して、 彼女に詰め寄り、逃げる彼女を寝室まで追いかけて交換する。ルグリは、マルグリットは、自分のことを愛しており、人妻という立場上を嫌がっているふりをしているだけと、考えており、去り際に、夫には秘密にするようにと忠告する。事件を知った、カルージュは交換の噂を寮内に流すようになり、ルグリは交換の事実について、ピエール博の審問を受ける。ルグリはマルグリットから、 交換されたと思われていることにショックを受け、ピエール博から事実を否定するように提案される。ピエール博は自分の立場を利用して、ルグリに無罪判決を下そうとするが、すでにカルージュが国王に決闘裁判を自起訴していたことを知らされる。パリに赴いたルグリは構想から元聖職者だったことを主張すれば、宗教裁判所が寛大な判決を下すだろうと。 助言されるが、彼は提案を拒否し、自分の名誉を守るために決闘裁判を受け入れる。マルグリッドはカルージュと結婚後に子供に恵まれなかったため、結婚生活はすぐに破綻する。カルージュは妻に愛情を注いでいると思っていたが、マルグリッドから見ると粗暴な彼からは十分な愛情は感じられなかった。カルージュはスコットランド遠征に向かう直前、マルグリッドに 誰も屋敷に入れず、決して屋敷から出ないようにと忠告する。マルグリットは土地の経営に専念するが、次第にディボ・ニコルとの仲が険悪になっていく。スコットランドから帰国後、カルージュはマルグリットを一人にしないようにと告げて、パリに向かうが、ニコルは使用人たちを連れて外出し、マルグリットを一人にしてしまう。そんな中、ルグリが屋敷に現れてマルグリットは交換される。 彼女の視点では、ルグリには愛情を感じておらず、必死の抵抗をするもの,の犯されたことになっている。マルグリッドは、カルージュに事実を伝えるが、ルグリを誘惑したのではないかと疑われてしまう。誤解が解けた後、カルージュは、ルグリを最後の男にはさせないと告げてマルグリッドと性行為に及ぶ。マルグリッドは、ルグリを訴えるが、ニコルは、自分も過去に交換されたことを語り、 世の中の習いとして受け入れて彼を訴えるのを止めるように告げる。裁判ではマルグリッドが事件発生後に妊娠6ヶ月を迎えている点から裁判官から厳しい尋問を受ける。裁判官から決闘裁判でカルージュが負けた場合偽証罪で生きたまま火炙りにされると聞かされるが彼女は真実を語っていると主張し続け最終的に シャルル6世は決闘裁判を承認する。大抵後にマルグリットはカルージュに対して火炙りにされることを事前に伝えずに決闘裁判を直訴したこと、子供が六刀に迷うかもしれないことを問い詰める。カルージュは君の名誉のために戦うのだと返答するが、マルグリットは自分の名誉を守ることしか考えていないと反論する。決闘裁判を数日後に控えた日。 マルグリットは男児を出産する。国王夫妻やピエール伯夫妻、拘束されたマルグリット、そして多くの群衆が見守る中で、カルージュとルグリの決闘裁判が開始される。決闘は馬上での戦いから始まり、馬を倒された後は徒歩での接近戦となる。戦いの末に、カルージュはルグリに止めを刺そうとするが、その直前に、自らの罪を告白しろと、 ルグリに迫るが、彼は自分は無実であると主張する。それを聞いた、カルージュはルグリを殺し、主張が受け入れられたマルグリットは拘束を解かれる。敗者となったルグリの遺体が吊るされる中、カルージュは群衆から喝采を浴びながら決闘場を後にし、その後をマルグリットは無言でついていく。数年後、カルージュは十字軍遠征で戦死し、マルグリットは 夫の財産を守りながら平穏に暮らしたものの、生涯再婚しなかったことが語られる。マットデーモンアダムドライバージョディカマーベンアフレック2015年7月に企画が発表され、当初はフランシス・ローレンスが監督、ショーン・グラントが脚本家を務める予定だったが、この時は企画が進展せず、権利期限を迎えたことで企画は頓挫した。その後、二千十九年七月に、 リドリー・スコットが監督、彼とニコーラ・ホロフセナーが共同脚本を務め、ベン・アフレックとマット・デーモンが出演することが報じられた。映画家権は20世紀フォックスを買収したウォルト・ディズニー・カンパニーが主流することになったが、ディズニーが制作を開始するかは不透明な状態であり、デッドラインハリウッドはディズニーが映画家権の売却を 決めれば、街中のすべてのスタジオが権利を待ち望んでいると、報じている。9月にジョディカマーと出演交渉を行い、10月には、出演が決定した。また、アフレックが当初予定されていた役とは別の役を、希望したため、新たに、アダムドライバーと出演交渉を行っている。11月には、ドライバーの出演が決まり、ディズニーは、最後の決闘裁判を、 劇場を公開することを発表した。2020年2月には、ハリエット・ウォルターの出演が決まった。2020年2月14日に、フランスドルドーニュ県で主要撮影が始まり、3月12日までに、マコン近郊のベルイコールルイコールシャテルにある、中世の城で撮影が行われ、200人の撮影スタッフと100人のエキストラが参加した。 3月23日から同月30日にかけて、アイルランドの各地で撮影が行われることになった。しかし、同月13日にディズニーは、新型コロナウイルス感染症の世界的流行と、それに伴うヨーロッパへの渡航制限の影響を受け、無期限の撮影延期を発表した。9月下旬から撮影が再開され、10月14日にアイルランドでの撮影が終了した。 最後の決闘裁判は2020年12月25日に限定公開された後、2021年1月8日に劇場公開される予定になっていた。しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響を受け、2021年10月15日に公開が延期された。9月10日に開催された第78回。 ベネツィア国際映画祭でワールドプレミア上映が行われ、10月15日に劇場公開された。公開から45日間は劇場独占公開され、その後はデジタルプラットフォームで独占配信される。当初、北米では公開週末に3000劇場で1000万ドルの工業収入を見込んでいたが、公開初日の工業収入が180万ドルだったことから、 想定工業収入は500万ドルに引き下げられた。実際の工業収入は480万ドルに止まり、リドリー・スコットのキャリアの中で最低のオープニング記録となった。デッドラインハリウッドは工業不振の原因について、上映時間が2.5時間のため上映回数が制限されたこと、題材が市場を受けしないこと、45歳以上の 客層が劇場に完全に戻っていないこと007ノータイムトゥダイと競合していたことを挙げている。複数のメディアではオープニング成績をボックスオフィスボムとみなしており、20世紀スタジオは最後の決闘裁判で数百万ドルの損害を出すと指摘している。リドリー・スコット・ロッテントマトズには214件の批評が寄せられ、支持率86%。 平均評価7.4、10となっており、最後の決闘裁判は、体系的な女性差別を批評するという点では、それほど効果的とは言えないものの、壮大なスケールの中に素晴らしい演技があり、死者に富むドラマが描かれていることに変わりはないと批評している。メトクリティックでは48件の批評に基づき67、100点のスコアが与えられ、シネマスコアでは B 評価。 ポストトラックでは、好意的な評価が72%となっている。バラエティ誌のオーエン・グレーバーマンは、ところどころに短いアクションがあるものの、最後の決闘裁判は、贅沢で複雑な、時に興味深い中性ソープオペラに仕上がっていると、批評している。シーラップのアッシャールーベルトは、キャストの演技と撮影技術を高く評価する一方、脚本については、2004年に出版された。 エリック・ジェガーのノンフィクションを、マット・デーモン、ベン・アフレック、ニコール・ホロフセナーの3人が脚本を書き、リドリー・スコットが監督した映画作品は、生産で、グロテスク、ゴージャスで一貫性のない中世の物語を作り出したと批評している。インディワイアーのベン・クロルは、現在のハリウッドの戦場においては、珍しい作品です。 私的で純粋に大胆な大予算の決闘作品でありながら何よりも芸術的なコラボレーションを明確に実現した作品なのですと批評している。ナショナルレビューのカイル・スミスは最後の決闘裁判は魅力的な奇妙さに満たされていると批評しており、その理由として過去の事実を現代の推測で後付けしていないことがこうそうしていると分析している。 11種クロニクルのリンダ・マリックは、スコット監督の真の復帰作であり、アフレックとデーモンの比類なき脚本執筆技術を見事に証明していると批評している。ザ・スペクテーターのデボラロスは、高涼とした残忍で血なまぐさい映画であり、一休みすることもできない。アフレック演じるピエール博のビッチぶりは別としてと批評している。オブザーバー氏のマークカーモードは3。 五の星を与えて、鎧をまとった、ラ・ショモンの再映画化作品とメトを反映した、藁の犬のリメイク作品を掛け合わせたような作品と、批評し、イブニングスタンダードのシャーロット・サリバンも同じく3、五の星を与え、真面目で面白く、思わず笑ってしまうような、ハンサムでよく研究された、ドラマと批評している。ウォール・ストリート・ジャーナルのジョー・モーゲンスターンは、プロダクション・バリュー、 キャストの演技、テーマ性を高く評価したが、脚本については、反復されるバトルを背景にした法廷の陰謀のせいで、物語は散らばっており、物語の構成は消耗していると批評している。CNN のブライアン・ローリーは、映画は泥臭くて血生臭く、そして重苦しいものになっているが、14世紀の封建的な規範を、現代的な視点でフィルタリングすることは困難に過ぎる。 と批評し、ローリングストーンのデイビッド・フィアーは、映画はパロディに近い状態で終わっており、フルタイトルが、モンティ・パイソン、エス・ザラスとデュエルと思ってしまうくらいだと批評している。ありがとうございます。